皆さんこんにちは、富澤明です。平田真佳です。はい、ということでですね、1年あっという間でしたね。よかったですね。今年2月から僕らYouTube、ケンビアチャンネルとして YouTube の動画班として活動させてもらってですね、はい、いろんなとこ行きましたね。行きましたね。どこ行きました、姉さん、まず。一番印象的なのはやっぱり富山ですよね。富山、結構2人揃って何回も、はい、行きましたよね。行きましたね。今年は富山行ったり、はい、北海道は行ってないですか。北海道は行ってないですね。南に行きましたね。九州行きましたよね、はいはい、九州行かせていただきました。日本全国いろんなところ行って、はい、いろんな大家さんにお話を聞いてね、うん、はい、でその集大成として、はい、今年1年の、まあ、不動産投資にまつわるね、こちら不動産投資を表す漢字1文字でということで、ケンビアのですね、アンケートというのをやりまして、はい、はい、2020年の11月19日から25日までですね、はい、インターネット上でアンケート取りました、はい、でその回答がですね、なんと107有効回答がありました。いやーね、何やら意味深な数字ですけど ねちょっとボノに1個足りないですね、はい、足りないと、お一人様1文字ですから、はいはいはい、たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました、ね、来年はもっと送ってください。はい、ぜひたくさんご応募、はい、待ってます。ということでですね、ちょっとまあ第9位ぐらいからね、はい、ちょっとあ、そうですね、ご紹介していきましょうか。はい、はい、まあ2票ですけどね、9位はそうなんですね、2票、はい、来年もっと送ってくださいね、はい、9位が9個、2票9個いただきましたね、はい、で一番下からこれ離れる離という字ですね、はい、これ離は何表してるんですか、何表してるんですか、これなんかリモートワークっていうコメントをいただいた方いらっしゃったみたいですね。リモートワークね、今年ならではですよね、会社と離れてっていうことですね、会社と離れて、うん、そういうことで一家離散の方じゃないんですね、はい、離婚とかね、そうではない、そっちかなと思っちゃいました、はい、一瞬あとこう、まあ、はい、ちょっと前向きな字としてはこの挑戦の挑とかね、あ、そうですね、これも挑むっていうのはいいじゃないですかね、前向きで、ね、うん、いいと思いますね、お金の単位ではないですよね、はい、はい、そうですね、あとはこの5位あたり、はい、耐、あ、耐え忍ぶってことですかね、忍耐の耐、これはですね、コメントをいただいてまして、いただいた、あ、コメント、はい、はい、社会情勢的に不動産においても我慢の1年、我慢の1年、はい、いただいてますね、社会情勢的に、はい、まあそのちょっとね、そんな感じありましたからね、そうですかね、5位の、まあそうですね、4位はこれ、あ、これは分かりやすいですね、滞る、これ対応の対ですか、はい、はい、まあ、不動産業界的にはもうね、対応といえばもう滞ると、はい、滞る、まあ、これもいただいてまして、まあ、ほとんどおっしゃる通りですね、はい、新型コロナで業界の動きが滞り、はい、滞納も増え、オリンピックの延期により市場価格も停滞した、なるほど、うまくコメントしてくださってますね、4人の方がそれぞれのコメントにまとめたんですね、うん、どうでしょう、これお二人の方みたいですよ、ガーサスのお姉さん、上手に、これ、ね、2位のこの迷う、この2位とタイはやっぱりね、関連してますよ ね、 すね、はい、この名は迷 う、 迷うっていうのはね、これは何を表してるんですかね、まあ、やっぱり瞑想した1年だったっていうことなんですかね、6人もの方がね、同じことを考えてらっしゃるということですかね、こう書いてあります、これ正解が簡単に見つからないイメージ、あー、なるほどね、まあ、クラウスさんって方がね、迷いますよね、確かに、これで今年もやっていいのかどうかとかね、そうですよね、うん、姉さん的な一文字なんですか、姉さん的な、私のですね、今年の一文字は、まあ、ここには本当に出てないんですけど、はい、私毒なんですね、毒、はい、え、一人の毒、一人の孤独の毒、え、ドイツにでも行ったんですかね、そうそうそう、ドイツ国から孤独の毒なんですけど、私は毒なんですよ、自分の字は、それ独身に戻りたいとかそういうことじゃないですよ、ね、あ、独身みたいなもんですよ、今でも独身みたいなもの、はい、まあ、結婚生活はもう、なるほど、はい、じゃあ、リと毒、ね、リと毒ですね、はい、なるほど、はい、私はね、今年の一文字、滅なんですよ、滅って何ですか、鬼滅の滅ですか、違います、滅失登記しました、皆さん分かりますか、滅失登記って専門的すぎるんじゃないですか、ね、ちょっと説明してください、ここ笑い待ちだいぶしたんですけど多分向こう側から来てる分からなすぎるから、はい、その滅の説明をお願いします、不動産投資界隈の方は分かるんじゃないですか、うん、ね、建物解体してもういい加減建物壊してくれって、あ、ないことにしちゃったんですね、ボロ戸建てがもうだいぶ傾いてるのをずっと放置してたらもう壊せって言われて壊して滅失登記しましたということで滅なんですけど ね、まあ、あと鬼滅のね、何でしたっけ、刃でしたっけ、刃ですね、はい、とかね、ありましたからね、はい、なことを言いながらですね、この1位が9票入ってますので、どんな字ですかね、ね、はい、なんとなくね、なんとなく、いやでも分かりませんよ、バレてますかね、分かりませんよ、あれ出てないですもんね、あれ出てませんよ、はい、
ということで、はい、この後、はい、発表になるんですけども、楽しみですね、はいはい、実はですねある著名な方に著名の方に、はい、来ていただいておりまして、あの県ビアとも絵と深い、はいはい、一文字書いてもらいますので、あこの後実際にですね、はい、それを、楽しみですね、それをもって発表に変えさせていただきますので、はいはい、ぜひ皆さん乞うご期待、はい、お楽しみなさってください、はい。いやーすごかった、すごい迫力でしたね。何ですかあれ、血管切れそうな顔でしたけど、びっくりしましたね、大丈夫ですかね。いやーあーどうぞ来てもらいましょう。あーどうぞこちらへ、どうぞ。いや素晴らしいね。いやどうですか、ありがとうございましたということでですね、今年の不動産投資を表す漢字2020栄えある第1位は、はい、ということでね、はい、こちら決定しました、かということでね、はい、やっぱりこれでしたね、これでしたね、はい、皆さんね、見てる方はなんとなくね、でしょうねっていう感じでしょうけどね、はい、ということでこの災いという字が入りました、はい、入りましたね、はい、これ1位9票入ったんです、9票入ってます。これどういった内容になってるんでしょうか、はい、まあ、コメントをいただいてまして、はい、まあ、コラムニストのデラックス母ちゃん、おありがとうございます母ちゃん、はい、デラックス母ちゃんありがとうございました、まあ、コロナで大苦戦した年だったのでということをね言ってらっしゃいますね。デラックスお母さんが苦戦するんですよ、うん、やっぱり大変だったんですよ ね大変だったんですね、はい、とかあとはまあ、もう皆さんそうですね、はい、この中に尽きると思うのでと、尽きると、そうですね、はい、これしか浮かばないということ、これでもあの三髄でカとも読むじゃないですか、ああの渦の方ですかね、渦の方、はいはい、これ示す編だと人が起こす、ね、人災とかね、そういう災いらしいんですよ、あそうみたいですね、あのそうですね、三髄だと自然の方でね、はい、まあ渦ですけどね、でこれ災害の際ですよね、そう信用にしたら過ぎ去るっていう字でしょ、はい、もう今年こう、ね、嫌なこと多かったですから、そんな一年をねもう過去のものとして、はい、流していきたいですね、また来年いい年にしましょう。皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。